薩ッ同盟とは、薩摩藩と長州藩の軍事同盟。薩ッ同盟は、幕末期の、慶応2年、1866年3月7日、小松立脇邸、京都市上京区、で、締結された、薩摩藩と長州藩の政治的、軍事的同盟、薩ッ名盟役、薩ッ連合とも言う、概要、薩摩藩と長州藩は、 京都を中心とする幕末の政治世界において夕飯として大きな影響力を持ったが、薩摩藩は後部合体の立場から幕府の開国路線を支持しつつ、幕政改革を求めたのに対し、長州藩は急進的な早く攘夷論を報じて反幕的姿勢を強めるなど、両者は容易